はいどうも皆さんこんにちは、おさだちゃんです。今日もバウンティーラッシュ楽しくやっていきましょうということで、今日使っていくキャラなんですけども、キングを使っていこうかなと思います。で、いつも使ってるんですけど、キングに関してはね、ちょっとやっぱね異次元なんですよね、強さが。機動力だったり耐久面だったりね。ただでもその対面したくないキャラっていうのはもちろんいまして、例えばウタとかね、ユメルフィ、カイドウ、あとはゾロ、結構いるね。でも、そんなね、結構対面したくないキャラがいる中でもね、やっぱ取れちゃうんですよね、旗が。この人は。で、その旗のダッシュ力っていうのもちょっとお化けで、なんで今日はそんな最強のキングさんを使ってね、改めてね、ちょっとこの人の強さを再確認していこうかなと思います。で、今日使っていくパーティーなんですけども、いつも通りゲッター、麦わら、パラミシア、船長、グランドラインのパーティーを使ってね、裏にはヤマトさんを添えていきたいなと思います。サポートね、いつも通り 170.3% の、パーティーでいきたいなというところで、早速リーグの方に行きましょうか。それでは、リーグの方に、レッツゴー。はい、1戦目ですね。よろしくお願いします。というところでね、まずはプテラになっていくんですけども、やっぱね、この機動力なんですよ。この機動力がね、もうほんと強すぎる、キングは。早いんですよね。本当に、とにかく。危ねえ。なんか今、奇跡的に避けられたと。なんかすごかったね、今ね。ジャスト回避だったのかな。いいでしょう。二陣にゾロちゃんがいる。で、じゃあ、おっとここはフリーですか？じゃあ抜いちゃうけど大丈夫かな？ミスター3か。じゃあ抜くよ。はい。剣ね。いいでしょう、いいでしょう。じゃあ鳥になってこの剣ぶっ壊そうか。はい。ウォールね、ウォールの外に出ちゃったらもうね、ミスター3はどうしようもないんだよね。ミスター3もね、強いっちゃ強いんだけどね、ウォール外に出ちゃったらね、この状態になったらね、ミスター3強いんだよ。古速な大犯罪を犯したからね。で、回避を待って通常は当てていくと。あ、剣ね。はい。で、後ろにゾロちゃんがいるんでしょ？はい、分かってる。ちょっと待ってね、これはいいや、食らって。はい、食らいます。勝たないよね。オッケー。で、もうここにね、3人、3人いるということは、もう上がね、ガラ空きというところで、あー、黒ひげちゃん、ナイスやね。で、ちょっとこれ、旗取っちゃおうかな。誰これ？サンジ君わかんねえ。サンジ君、そっか、よろけ無効なのか。なるほどね。強いね。おー、落ちてきた。おかえり。キングね。おーっと、危ない。じゃあ、木図になってください。というところでね。じゃあ、もう一回ちょっと上に行こうかな。ね。上がね、ちょっと取れそうなんで、上に行って、で、ここ握って、真ん中ちょっと取られちゃうかな。いいでしょう、で、ちょっと待って、鳥になって、ポーンとね、はい、吹っ飛ばしてあげて、うたちゃんね、ちょっと待って、あ、いって。ちょっと待ってね、これ取られちゃうね、またね。いた、ちょっと待って、ポーン、オッケー、あ、この一つはね、別に食らっていいっす。はい、どうぞ、もう吐きなくなったでしょ。はい、ありがとう。で、ここでキングを落して、で、ここをぶんどると。はい、いいですね。で、相手のニンジンがフリーなんで、取りに行きましょうよ。あ、このゾロさんめちゃめちゃいい動きしてるね。めちゃめちゃマップ見てる人だ。いいね。そこで降りてくれるのマジでありがてえ。旗の取り終わりをね、じゃあ何もされないからね。じゃあ、俺もちょっと助けに。ボーン！はい、こんにちは。ということでね。ジャスで入るの恒例で、お、いいね。で、これは、危ない。おー、出なかった。よかった、奇跡。で、もう5取りなんで、ちょっとね、この旗の中にいて、で、もうあともう10秒なんで、これはもうね、抜かせないように旗の中で、ダウンをするというところで、ちょっと待ってね、これは旗の中か？はい、いけてる。もうこれ抜けないんでね。はい、勝ちということで。はい、1戦目は5取り勝ちということでね。いや、やっぱキング強いな。で、これはもう MVP なんじゃないですかね。違いますか？あ、MVP ですね。はい、ありがとうございました。はい、2戦目ですね。よろしくお願いします。やっぱね、キング強いね。で、基本的に僕は、相手のキングが動き出さない限り僕は動かないんで。はい。でもこれ通常に合わせて、どこに後ろのシャンクスにタゲちょっちゃってなんやねん。あ、当たってる。あ、広くなったね。カウンターね。シャンクスね。これ食らうね。じゃあちょっと裏がガラ空きということで、裏取りに行こうかな。いいでしょう。どっちにしろね、後で取りに行くんで、はいはい、いいでしょう、いいでしょう。で、これは、マムちゃんのところに木図を打っといて、これ逃げれんじゃない？逃げれるね。頑張れ、ゾロちゃん。頑張れ、で、シャンクスが多分カウンターしてくると思うんで、これは不用意には飛ばずに、ここで飛びますね。はい。で、これで裏を握りに行くという感じで。まあまあ、大体のシャンクスはあそこでカウンター変わるよね。で、あそこをマムちゃんが今握ってるでしょ？ということは、カイドウにタゲを取って木図を打てば、あそこが取れるということでね。はい。こういう動きも、ゲッターはね、した方がいいですよっていうところで、ちょっとあそこを任せちゃうんですけど、ゾロちゃんがね、今握ってくれてるんで、ちょっとあそこ代わりに行こうかなっていうところですね。で、これ握って、で、まあ、メーザー砲かな？そうだよね。で、これジャストで入るけど、レイルちゃん来てるんで、どうしようかなって感じですよね。でも多分ピンクホーネットだと思うんで、回避したらね。はい、そうだよね。で、これ押し出せ。ヘブンリーボンボンボンね。いやー、フルゴラか。フルゴラ、まあそうだよね。はい。ごめんなさい。ちょっと今のはね、避けきれなかったですね。で、まあ、よろけ向こうがつくんで、相手に打つからね。もったいねえ、木図だ。で、これ通常一発こっち側に打ってからこっちですね。はいはい。今のね、通常一発、反対側に打ったのも、ちょっと距離取りたかったんで、打った感じですね。意外とキング通常一発でちょっと移動するんで、体を。で、これ出したんで、ちょっとこれ握りたいね。いやー、ゾロちゃん頑張れ、レイジこれ剥がれるな。通常がね、多いんですよね。まあでも、ちょっと一旦プテラになって防御力を上げて、ジャス入って、もうクズで、ボーンで、これも握っちゃおうと。で、多分ゾロちゃんがやってくれたね。さすが。この体力か。で、相手二陣がミリなんだよな。これ、ちょっとこの人たちに全員スキル出してもらおうかな。以上、出せ、スキル、出せ。オッケー、もうすごいスキル打ってくれた。ありがてえ。グリフォンとおにぎりと一つでしょ。もう完璧。作戦通りですね。もう、で、3肌取れてる状況なんで、あそこには行かないです。守りの状況なんで、これもう行く必要ないですね。で、相手が通常打ってきたらカウンター出せばいいだけなんで、こっちはね。それいい。で、あっちがね、キングちゃんなんですよね。まあでも、もうこの秒数だったら抜けないか。はい、大丈夫ですね。はい、勝ちました。というところでね。まあ、最後ね、ちょっとヤマト出しちゃったんですけど、まあ、でも普通にキングの動きとしては、まあ良かったんじゃないかなと思います。はい、仲間の皆さんありがとうございました。はい、3戦目もね、よろしくお願いします。ということでね、これはカイドウ行ってくれそうなんで、やべ、かぶっちゃった。じゃあ、こっち取る。じゃあカイドウ、そっち行くか。マジか。じゃあ、こっち戻るか。で、これは取り終わりに木図を当てて、で、通常ジャストで入って、ワン、ツー、スリーですね。はい。どうしようかな。桃源とつか来るかな、そろそろね。見てこのダメージほぼゼロ。はい、いいでしょちょっと待って。ワン打って通常絡めてるところを木図でワンパンしといて旗握りましょうと。メーザー砲はいらなかったかな。全然取れたね。で、ちょっと後ろの方をね、取りに行きましょうと。はい、OK。で、この状況どうしようかな。これ裏行きたいな、だったら。ちょっと待って、裏行かれてんだよな。で、ちょっとジャスが入らせてもらって、向こうに木図を打っていて、で、危ない。危ない。ウルゴララララ。フルゴラララララララグラララララララどこまたフルゴラララララマム多いな。マムいいっすね。あそこの後ろのマムね。裏行こうかなと思ったんだけど行けないだろうね。これでワンパンがね、オッケーで、これ握っちゃオッケー、握っとけ、大丈夫と信じる。大丈夫だった。オッケー。さあ、どうしよっかな。とりあえずドリンク飲んどいて、これ 100% 取ってたでしょ。はい、ジャスで入りまして、ガンもね、いた。これブースト中だから火力が向こう、江口なんですよね。一旦これ防御上げといて、で、向こうに木術を打っちゃって、で、どうしよっかな、これ。で、一旦おでんをこれ、落としたい。オッケー、ナイス。で、よっかな。落として、あっちやんね。ちょっと待って。痛い。あー、いいや、逃げろ。あ、いいね。いい気絶だ。いい気絶 5%。うん。5% って怖いよね。うわ、これはやばいかも。これはもうやばいな。そうだよね。いやー、ちょっと待ってね。これは、いや、ちょ、一陣今握るところじゃないの。誰握ってんの？いやいや、アタッカーだったら行こうぜ。俺、ゲッターだからさ、絶対俺が抜いた方が入って。ちょっと待って。どうしよっかな。これ抜けないよな。いや、ワンチャン。いやー、無理か。いや、きつい。でも、ミリなんだよ、これ。いや、ワンチャンこいつ、倒せないから無理だな。マジか。うわ、あと2秒。あと2秒あれば取れてた。くっそ悔しい。はい、参戦ですね。見ていただいたと思うんですけども、どうでしたかね。いや、やっぱり強いね、キングは。機動力もすごいし、やっぱゲッターとしてのね、ダッシュ能力もね、ピカイチですね。でね、最後ね、めっちゃ悔しかったね、あれね。アタッカーの人があれ握ってなくて、僕が最後取って、で、アタッカーの人がワンチャンで真ん中とか行ってたらね、取られてなかったらどうだったのかなーって感じだったけどね。まあ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 、しゃあないでしょ。っていうところで。で、戸塚びっくりしたね、途中の。マジで全くノーダメの戸塚。あれね、試合後見てみたら向こうの人も 168% っていうね、結構高い、サポートの人だったんで、まあまあまあ、ね、やっぱキングって防御力上がったら本当に強いんだねっていうのがね、これで証明されましたね。はい、ということでね、これで改めてキングの強さを再確認できたんじゃないかなというところで、今日の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。皆さん、バイバーイ。